この人は幕末の西洋流兵学家として有名な江川太郎左衛門。西暦1855年、安政2年の今日亡くなってますね。これが何だか分かりますか？江川さんが描いた絵なんです。うまいもんです。さて今度はこれが何だか分かりますか？反射炉ですね。当日の大家である江川さんは一応日本でも言いたい方を作ろうじゃないかってんでこの反射炉を作ったんです。このおかげでそれまでは青銅製の大砲だったのが鉄の大砲を作れるようになったんですな。これを作るのに蘭学の本を参考にしただけってんですから大したもんです。江川さんのうちは代々伊豆にら山の代官だったそうですが、早くから蘭学の勉強をして渡辺崋山や高野長英なんかとも友達だったそうです。そして後日の大家になって門下生には桂小五郎、大山巌なんていう明治維新のそうそうたる顔ぶれが揃っていたそうです。この他にも江川さんはイギリスの測量船をうまく追い返したり、また品川のお台場を作ったりと大活躍していました。今日は幕末の西洋流兵学家江川太郎左衛門のご命日です。